両馬エビ、学名ユースティティアジャポニカは、伊勢エビ科に分類されるエビの一種。伊勢エビに二頭型種で、インド太平洋の沿岸域で稀に捕獲される。和名は、坂本両馬に由来する。生態の体長は、最大25センチメートルほどで、伊勢エビと同等かやや小さい。体色は、全身がほぼ一様な淡かし色をしている。第一歩脚が大きく発達し、 先端はハサミに変化しているが、先端の可動指が極端に大きく、ロブスターや赤鞘指等のように二つの爪の大きさが揃っていない、ため、よく不完全なハサミ足と表現される。甲の表面は毛が少なく平滑だが、東京甲と第六腹節は臨場の彫刻に覆われ、東京高校半部では臨場彫刻が横向きに並ぶ。さらに、 1> 第1から5複節の背面には、それぞれ4から7本の細い横溝が走り、背面の大部分に横溝が刻まれた特徴的な外見をしている。複眼の上には大きな目とげがある。伊勢エビ科の目とげは前方に湾曲した円錐状で枝分かれしないのが普通だが、両前エビ族の目とげは上面に、巨子状のトゲが3つ並び、鹿の角にも例えられる。 頭部周辺にも多数の棘があり、特に第二触角付け根の外側には大きな平たい、棘が一本突き出る。また、複雪の両縁には下向きの鋭い針状の棘が一本ある。個体数は少ないが、マダガスカル、モーリシャス、南西諸島、小笠原諸島、土佐湾から、 駿河湾にかけての四国、本州南部沿岸などで記録されており、インド太平洋の熱帯海域に広く分布すると考えられる。水深40から200メートルと、やや深場の岩礁域に生息し、たまに異性病の刺し網などにかかって漁獲される。珍しいエビなので捕獲されたものは、水族館などで飼育される。甲殻類研究者で、東京水産大学教授だった。 久保逸夫によって、1955年に新属新種、ニューパリリス・ジャポーニカスとして報告された。この時、久保は、土佐湾の水深200メートルで採集した個体に、基づいて記載したため、土佐出身の獅子坂本龍馬にちなんだ和名をつけた。その後、ードによって、1946年に、ホルヒューイスが設定したユースキティア族にまとめられたが、2009年には、 再び分離され、元の学名に戻された。伊勢エビ漁の盛んな周辺各地でも捕獲されることが分かり、特に土佐湾に限った種類ではないことが判明したが、伊勢エビとはまた違った形態を持つため、このエビにふさわしい和名だとする向きもある。ありがとうございます。